はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんと羊のセバスチャンでございます。ということでね、今日はマヤちゃんとメキシコ人の甘酒を飲ましたいと思います。多分絶対飲んだことない味だから、ちょっとこれを飲ましてみたいと思います。で、どういうリアクションするのか、温まると思うんで、ちょっと温めてからベロちゃんに飲ましたいと思います。マヤちゃんも飲む？マヤちゃんいいの？セバスチャン40秒温めます。えっちゃす、えっちゃれ、えっちゃれ、おい、あいあいあい。匂いの先生どうですか？毒は入ってませんね。ベロちゃん出番だよ。何？ベロちゃんにね、今日はね、白いわからない液体を飲んでもらいます。怖いなんかいつも変な食べ物しかくれないね。これね、甘酒って言います。ということで、じゃあメキシコ人妻、初めての甘酒の挑戦でございます。オッケー。もしかしたら毒が入ってる？入ってないよ何？どういうこと？納豆入ってるかも。うん、普通に美味しい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 。あ、美味しい。演技してるかも。じゃあいいの？飲まない？じゃあ飲まないで。いやいや、飲みたい飲みたい。もう甘いでしょ。もうもう、どうぞ。そんなに少ない？わい、色が。いや、反応しろよいや、美味しい。うまい？美味しい。はい、ちょっともうちょっといよ。うまくない？美味しい。これってさ、メキシコにもあるよ。あんの？ある。あんの？ある。まあ、これみたいなね、アロスコレッチっていう。まあ、でもちょっと似てる。あ、そう。そう。あ、じゃあ日本の甘酒はメキシコでいうアロスコンレッチェっていう飲み物に似てんだね。美味しい。ということで、メキシコ人に甘酒をあげると多分めっちゃ喜ぶ。なんでかっつったら、メキシコのなんかすごいみんなが飲む飲み物とめっちゃ似てて、で、日本では絶対アロスコンレッチェって買えないからこれ飲むと多分思い出すみたいな。すごい意外な反応でした。そうだね、もうめっちゃ美味しい。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。なんかベロちゃんにこういうの飲ませてみて、食べさせてみて、なんか他の県とかでこういうのなんか外人の人喜ぶよとかってあったら、どんどん教えてください。うん、いろんなことを紹介したり、ちょっとやらしたり、罰ゲームとかしていきます。はい、お願いします。アディオスアミゴース。ありがとう。